やっと来たね。え、なんで？え、どういうこと？波岡の指示で電話かけてきたんだよ。いやいやいや、なんで？いやいや、落ち着いて落ち着いて。おバカな質問繰り返すと大変だよ。いや、そんなこと言われても、ね、波岡はなんで断ったと思う？何か気に入らないところが。あ、ちょっと、さっきの、あ、いい物件が見つかった。あ、いやいや、落ち着いて、はいはい、あ、分かった。もういい、限界。自分で契約なんかしないよ。部下に指示して別の会社にやらせるの。なるほど。もしかして最初から分かってたんですか？根岸さんが監視カメラを仕掛けたのも結局あのテナントに詐欺師を入らせるためだった。忘れもしないでね。さっきさ、お前すげえ。忘れもしないでね。内見行って早く。はいはいはい、さっきさん、はい、いってらっしゃい。はい、行ってきます。忘れもしないで。